さ、土俵は千秋楽優勝力士の表彰式の準備が進んでいます。賜杯も準備されました。そして優勝旗も土俵の上に立ちました。東の支度部屋に移った琴錦、準備を整えて琴錦が東の花道から間もなく登場してきます。平幕前頭12枚目の琴錦の快進撃に沸いたこの九州です。そしてもう一人の9枚目土佐の海の活躍も光りました。終盤まで星一つの差で琴錦、土佐の海、この二人が優勝を争いました。そこに横綱が追いかけるという展開で終盤まで優勝争いもつれましたが、最後は琴錦が、自力のある力士ですので振り切って横綱にも勝って優勝を決めました。もう花道の奥に琴錦が見えます。にこやかな表情に変わりました。久しぶりの天皇賜杯をこれから手にします。琴錦の初優勝は平成3年の秋場所でした。あれが23歳の時でした。あれからもう7年経ってます。今30歳になりました。2回目の平幕での優勝、史上初めての快挙です。さあ花道を入ってきました。ただいまから国家君が代斉唱であります。皆様ご起立願います。陸上自衛隊第4師団第4音楽隊の演奏により前奏に引き続きご唱和ください。平成10年11月場所幕内最高優勝は西前頭12枚目琴錦勝弘、成績は14勝1敗であります。賜杯敗退。表彰状、賜杯琴錦勝弘、右は平成10年11月場所において成績優秀により賜杯にその名を刻し長く名誉を表彰する。平成10年11月22日財団法人日本相撲協会。国家税理事長から表彰状を受け取ります。
そして久しぶり7年ぶりの天皇賜杯です。さあ今度は師匠の佐渡ヶ嶽審判部長から優勝旗を受け取ります。優勝旗賞状9位通が佐渡ヶ嶽審判部長から授与されました。さあ続いては優勝インタビューです。から優勝力士のインタビューであります。インタビューは NHK 内藤勝人アナウンサーであります。それでは琴錦関にお話を伺います。改めて優勝おめでとうございました。ありがとうございます。今7年ぶりに賜杯を抱きました。それから師匠からは優勝旗をいただきました。どんな思いでしたか？本当に今まで一生懸命やってきて本当に良かったと思ってます。成績が14勝1敗という素晴らしい成績ですが、ご自分で今振り返ってこの成績はどうでしょう？いや本当に自分の力だけでなく本当にいろいろな方々に声援を送っていただき、それが本当に励みになりました。本当に ありがとうございました。この九州場所を迎えるにあたってこちらに来た頃には相当悩みもあって随分苦しんだそうですね。はい、もうそうですね、気力がちょっと欠けていたこともありましたが、福岡に乗り込んでから皆さんの声援をいただいてもう一遍頑張ろうという気持ちになりました。そして素晴らしい相撲が続いたんですが、この原動力は何ですか？そうですね、見に来てくださるお客さんにもう恥ずかしくないような相撲を取って喜んでもらおうと思いまして一生懸命頑張ってました。そして実はもう一つ関取にはこの九州で優勝ができた大きな原因があるんですが、もともと福岡は非常に験がいいそうですね。はい、関取衆になってからまだ負け越しがないんですけども、はい、そういう験のいい九州で見事に自己最高の14勝1敗の優勝を遂げました。そして実は今日奥様と3人の子供さんがこちらに来たそうですね。はい、もうお会いになりましたか？いやまだ会ってないですけど、はい、子供さんとはもう随分久しく会ってないそうですね。もう2ヶ月近く会ってません。そうですか、はい、大きくなってますよきっと。はい、さあ最後にですね、いい締めくくりができましたが、来年新しい年への決意を聞かせてください。今場所のような皆さんに喜んでもらえるようないい相撲を取って自分の相撲を取り切ろうと頑張ってきたと思います。それとファンはですね、再度大関への挑戦を期待してますよ。はい、もう目標を持ってこれからも頑張っていきたいと思います。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。まあ、もしも今場所出場してダメだったら引退も考えていたという琴錦です。その琴錦が見事に2回目の平幕優勝、幕内最高優勝14勝1敗の好成績で果たしました。続いて表彰が続きますが、内閣総理大臣杯、表彰状、内閣総理大臣杯琴錦勝弘殿、あなたは平成10年11月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名を刻し、長く名誉を表彰します。平成10年11月、
内閣総理大臣小渕恵三代読。毎日15日間気持ちを集中して取ってきました。ようやくこの表彰式で少し表情が崩れました琴錦です。インタビューの中でも、まあ、子どもたちの話も出ましたが、毎日その自宅へは電話を欠かさなかったそうです。琴錦結果すぎるどうの、あなたは平成10年11月大相撲優勝場所において合憲と優勝になさました。よってここにチェコクリスタルグラス優勝杯を贈り了承いたします。平成10年11月チェコ共和国駐日大使ヨセフ・ハブラス。チェコの友好杯です。クリスタル製ガラス製カップ並びに賞状、賞としてチェコビールキルスナー・クルケルビール1年分がチェコ共和国駐日大使ヨセフ・ハブラスから授与されました。続いてハンガリー国友好杯の授与であります。海外からの表彰が続きます。ハンガリー国友好杯表彰状、優勝琴錦勝弘殿、あなたは平成10年11月場所において同賞の通り優秀な成績を収められました。よってここにハンガリー国友好杯を贈り、その栄誉を表彰いたします。平成10年11月12日駐日ハンガリー共和国大使館特命全権大使ゾータン主任。ヘレンドトロフィー並びに賞状、ティーセットがハンガリー大使館公使モルナール・イェヌー氏から授与されました。この後モンゴルの総理大臣賞、さらにアラブ首長国連邦の友好杯、続いてモンゴル国総理大臣賞の授与であります。今日正面の解説は出羽錦忠雄さんです。まあ琴錦の優勝にはもう文句のつけようがないでしょうね。もう成績から言って、相撲の内容から言ってね、それからあの大関横綱を倒した、それによっても本当にもう文句の言うとかありませんね。まあしかし琴錦自身がこの場所前いろいろ悩んで、ひょっとするともう大相撲引退しようかということまで考えたそうですが、しかしこの1回の優勝はまた励みになるんじゃないですか。本当ですね。琴錦があの三役大勢候補と言って、それから下へ落ちた時にですね、はい、他の大勢候補がいっぱい出てきて、はい、まだ俺もそうはいかんぞって言ったことを覚えてるんですけどもね。トロフィー表彰が駐日モンゴル国大使館参事官連天堂ジグジット氏から授与されました。今モンゴルの総理大臣賞が贈られました。続いてアラブ首長国連邦友好杯の授与であります。もう相撲のいいところは体の大きい力の強いものが勝つというんじゃなくしてね、はい、こういう優勝が出てくるって、うん、とてもいいことじゃないですかね。さあアラブ首長国連邦の表彰状、平成10年11月場所優勝琴錦勝弘殿、あなたは当初の成績を収められたのでアラブ首長国連邦友好杯を贈り表彰します。平成10年11月22日東京アラブ首長国連邦大使館。友好杯表彰、副賞としてガソリン1年分がアラブ首長国連邦大使館総代担当官宮崎秀美から授与されました。まあ一頃この琴錦の体も少しあのしぼんだような風に見えた時がありましたが、
今場所こうして勝っていくとまた体がポンとこうピンとね張ったように見えてきますよね。まあ見る方のせいでしょうか、こう優勝してみるとまだまだそんなから衰える体じゃないっていうような気がしますね。まあ琴錦にはこのスピード技があります。体の大きさだけではないというのを示したこの九州場所でもありました。優勝琴錦勝弘関、あなたは平成10年11月九州場所で優勝されましたので優勝の色彩写真額を1月の東京場所国技館に掲載するとともに記念写真並びに副賞を贈り長くその栄誉を称えます。平成10年11月20日毎日新聞社社長斉藤明、おめでとうございます。表彰金一封が毎日新聞社常務取締役西武本社代表上西明夫氏から授与されました。続きまして福岡市長賞の授与であります。表彰はまだまだ続きます。福岡市長賞です。表彰状琴錦勝弘殿、あなたは平成10年大相撲11月場所において連日検討され優勝されました。よって福岡市長杯にその名を刻し長く栄誉をたたえ表彰をします。平成10年11月20日福岡市長桑原圭一。長賞長賞副賞として福岡の地酒100本博多の地鶏100羽が福岡市助役樋口達也氏から授与されました。副賞はお酒もありますし地鶏もあるそうです。福岡市長賞、そして続いて福岡県知事賞です。続きまして福岡県知事賞の授与であります。表彰状優勝琴錦勝弘殿、あなたは平成10年大相撲11月場所においてよく健闘し優勝されました。よって福岡県知事杯にその名を刻し長く栄誉を称えます。平成10年11月22日福岡県知事麻生渡る。少し汗が流れてきました琴錦。福岡県知事麻生渡る氏から授与されました。福岡県知事賞の表彰です。続いてNHK の金牌です。続きまして NHK 金牌の授与であります。NHK 金牌は福岡放送局国井正信局長です。表彰状琴錦勝弘殿、あなたは平成10年大相撲九州場所において連日検討されよく優勝の栄冠を得られました。ここに表彰いたします。平成10年11月22日日本放送協会会長海老沢克司。おめでとうございます。NHK 金牌表彰並びに金一封が NHK 福岡放送局局長国井正信氏から授与されました。続いて全能賞の授与であります。まだ表彰は続きますが向正面の大鉄の、港川さんにも一言伺っておきますが、港川さん、はい、
もう琴錦は最高の優勝だったでしょうね。いや本当に立派な優勝ですね、まあ、この人らしい相撲を取り切りましてね、14勝1敗というようなすごいですよね。一番負けた相撲は若乃花戦ですが、これも攻め込んでいた相撲ですよね、そうです。もう本当に自分の相撲を取り切ってですね、あと一歩というところでですね、はたかれてしまって落ちたんですけど、まあそれにしても自分の相撲を取ってますね、これ来年また琴錦に大きな期待を持ってもいいんじゃないでしょうか。いや間違いありませんね。このまま来場所につなげてくれると思いますね、はい。今日は向正面からの解説は元大鉄の湊川さんでした。どうもありがとうございました。失礼しました。土俵ではまだ表彰式が続いています。放送席どうぞ。三賞インタビューです。まず関東賞受賞の土佐の海関です。おめでとうございました。 ありがとうございます。休場明けの場所なので心配していたんですが、15日間取り終わって今どんな気持ちでしょうか。そうですね、思ってもみない成績が上げられたんですごく嬉しいです。12勝3敗、これはもう初めて、自己最高ですね、幕内では。そうですね、最高です。はい。この成績が残せた大きな原因は何でしょう。そうですね、いい相撲を取れたということですね。もうとにかくよく前に出ましたね。そうですね、前に落ちなかったんで、その辺が良かったんじゃないですかね。休場明けということで場所を迎えた頃はどうだったんでしょう。不安というようなものはどうでした。そうですね、やっぱり勝ち越ししたいなと思いました。はい。最後まで優勝争いも展開しましたね。そうですね、リラックスして取れたんでそれが良かったんじゃないですかね。ちょっと残念な点もありません。いや全然満足してます。それと体がね非常に大きくなったとみんなが言うんですけど、実感どうでしょう。そう、あまり変わってないんですけど皆さんから言われるんでちょっと太ったかなと思いますね。はい。体よく動きましたか。そうですね、動いてたんでいいことだと思います。はい。これでまた来場所はね上の方に戻りますが、新しい年来年への決意をお願いします。そうですね、今場所みたいな相撲が取れればいいなと思います。どうも本当におめでとうございました。ありがとうございます。敢闘賞の土佐の海関でした。続いて技能賞受賞の栃東関です。受賞おめでとうございました。勝ったらば技能賞ということだったんですが、その辺の意識はどうでしたか。いや、あんまり意識しないで自分の相撲を取れればいいなと思ってました。どうでしょう、全体を通して今場所自分の相撲は取り切れましたか。そうですね、まあ、だいぶ体も戻ってきましたし、また力も戻ってきたんじゃないかなと思います。非常にこうパワーがついてきたなという印象を持ったんですが、関取自身は。そうですね、まあ、怪我してちょっと力落ちた部分、またそれが戻ってきたんじゃないかなと思ってるんですけども、はい。肩の怪我で随分苦しみましたけど、そちらはもう全く心配なしですか。そうですね、もう痛みも全然ありませんし、気にもなりませんし大丈夫だと思います。はい。さあこれからどういう相撲を目指しましょう。そうですね、また大関候補という名を、ね、上げていきたいなと自分の中で思ってますし、また来年いい年で場所を迎えられるようにまた新たな目標を立てて頑張ります。はい、ぜひ目標を達成するように来年期待してます。おめでとうございました。技能賞の栃東関でした。三賞インタビューでした。どうぞ。はい。もう一度三賞を繰り返しますと、殊勲賞が琴錦、敢闘賞土佐の海、技能賞が琴錦と栃東。これで琴錦は通算18回の三賞となって、史上1位の琴錦自身の記録をまた伸ばしました。まあ、琴錦の活躍もそうですが、出羽錦さん、先ほどインタビュー受けた土佐の海の活躍も今場所を盛り上げた功労者ですよね。そうですね、体が良くなりましたしね、はい、今場所の当たる角度がとっても良かったですね。それでもってあれだけの成績上げましたけどもね。悪い時は前へつんのめって足が出ないで前へ落ちるっていうのが多いんですね。はい。ところがそれが治ったということは、それに体ができてきたということは、さあどこまで行くかっていう大きな期待が持てんじゃないでしょうか ね。まあ、これで先ほど栃東も言ってましたが、もう一度大関候補と呼ばれたいという話をしましたが、栃東も土佐の海もそしてこの琴錦もまたまた誰が大関に一番になるんだろうというまた増えてきましたね。そうですね、もう2年以上ありませんからね、誰が早くっていうこともありますね。はい。まあ、来年の大相撲界、ぜひともその大関誕生を、早く誕生を期待したいと思います。さあ、まだ琴錦の表彰が続いていますが、それでは琴錦が優勝を決めるまでの14日間の相撲をここで振り返ります。
ろ差しを狙います。琴錦、琴錦もろ差しです。送り出し、今日も身が入った琴錦、早く攻める、すくい投げ、琴錦の勝ち。飛び込んだもろ差し、すくい投げ、流れがありました琴錦。右を差した上手を切って寄り切り、琴錦の勝ち。押し出し、琴錦の勝ち。立ち合いどうでしょうか。まともに行きました。朝の一点に送り出しました琴錦。右の下手にかかりました。さあ出る、さあ出ました、寄り切り、巻き替える若の里、出ます琴錦、よく立ち合いは栃東、2本入った、走る琴錦の勝ち、10連勝。いらした田中砂突っ前に出るのは琴錦、出るから琴錦、押し出し、見入った、見入った、琴錦いっぱい、踏み込んでいった横綱、琴錦を追っつける、互いに上手は引けない、高野花上手を下がる、琴錦もろ差し、琴錦もろ差しだ、苦しい高野花、ダブル、琴錦がダブル、出ていく、琴錦の勝ち。琴錦一敗を守りました。高野花を破りました。さあもろ差しだ琴錦、琴錦押す、押す、出たのは大関、出る、ましても何か日に日に琴錦のまたスピードうまさ日増しに高まっていったようなそんな印象も受けます。藤井さん、はい、時津風理事長のお話なんですが、はい、理事長もですね、琴錦は非常によく頑張った、立派でした、大型化している中での小型力士の活躍、うん、まさに琴錦の本領発揮という内容だったでしょうと、で一生懸命頑張るものが報われるという意味ではね、はい、とても清々しい気持ちで千秋楽を迎えることができました、はい、というお話でしたね、はい、時津風理事長も絶賛した琴錦の優勝です。今日は正面の解説が出羽錦忠雄さんですが、出羽錦さん、まあ、琴錦の平幕優勝はもう褒めたたえていいと思いますが、やはり今度は横綱大関陣がですね、ぜひとも初場所以降は奮起してもらいたいという気持ちがありますがね、奮起してもらいたいのと、それからその大関候補が何人か揃って争ってですね、はい、早く大関の座を仕留める人が出てきてほしいですね。もう片手に余る大関候補の数ですから、そうですね、うん、まあ、しかし千代大海が今日勝って10番勝ちましたし、千代大海もまた望みをつなぎましたし、ここの競り合いが非常に楽しみじゃないですか、これから、本当ですね、初場所から本当に、まあ、1、2場所で大関という人が出てもらいたいですね。まあ、まずは相撲界の期待はその大関誕生かと思いますが、それと若乃花が今場所は膝を痛めて苦しみましたが、やはり若乃花が横綱としての初優勝、初めての優勝をですね、早めに私たちも見たい気がしますがね。どうしてもね、初めの5日間ぐらいの相撲を見てると、やはりうまいな、早いなっていうのは出てたんですけどもね、はい、やっぱり気づかれって言いますか、なんて言いますか、はい、後の取り組みがちょっとあれですね、遅かったという気がしますね。まあ、またその膝の怪我を良くして、来年以降期待したいところですが、まあ、横綱大関陣の奮起と言いますと、あけぼのです。
腰椎分離症でこの場所直前に腰を痛めて休場となりましたが、東関親方によりますと回復は順調で、まあ、今日一度福岡入りして、まあ、大事を取って場所後の 巡業には参加を見合わせるということですが、来年の初場所には再起をかけることになります。そしてもう一人期待の前頭6枚目の若の里、13日目の武双山戦で右足首の上腓骨を骨折して3ヶ月という診断を受けました。まあ、初場所は休場となりそうですが、春場所以降にまた元気な姿を見せてくれることを期待しています。待機だけに十分元に体を戻して復活してほしいと思います。そして今年1年平成10年の年間の勝利数最多勝は初めて若の花が獲得しました。67勝、若の花が年間最多勝を獲得しました。さあ、この後の九州場所の後の日程をご紹介します。巡業がご覧の日程です。次の日曜日から北九州市をはじめとして長崎県の大村市、さらには熊本県、大分県と渡って、続いて四国、愛媛県の松山市で1週間の巡業を終えます。そして来年の初場所の日程です。12月の24日、今年の12月24日が番付発表です。そして平成11年の初場所は1月の10日が初日、24日千秋楽の日程が組まれています。まあ、この1年の大相撲が間もなく放送も終わることになりますが、66代の横綱に若乃花が昇進した1年でした。まあ、一度は引退を考えたという貴乃花が名古屋場所で復活した年でもありました。そしてこの九州を締めくくったのはこの琴錦、史上初めての2回目の平幕優勝、またまた30歳琴錦が復活できました。来年平成11年の大相撲さらに盛り上がることを期待しながら、出羽西さんとお別れすることにします。どうもありがとうございました。失礼しました。